あ、飯塚です。飯塚さん、はい。はい、パッとタイトルをつけるなら1から4番が2つある打線を作りました。なるほど。長野さんはちなみにポジションはどこ？長野ですか？そうですね、長野さんはこの感じだと多分皆さんも思ってるのは西川、鈴木、野間、長野が4人が外野だと思うんですけど、西川くんをちょっともう一回内野に戻ってもらおうかな。そうですね。そうですね。内野に戻っていただいて、でもう火力重視の打線を、はいはい。やっぱりまあ田中選手はすごい、もう守備もうまいし、高打も光るんで、はい。田中選手を。来年は田中選手を自分としてはセカンドで使いたいっていう、なんか監督、尾形監督の立場からしたらセカンド使いたいなっていう。確かに打ちますもんね。そうですね、守備もうまいんで。で小園君はやっぱりショートで育てたいなと。そうですね、子いなくなっちゃって。はい、あ、宮谷です。はい、あ、大瀬良くんが多分ここ。大瀬良くんが来るんですね。右先発の可能性もあります。そうですね、アドバ選手は去年リリーフで結果出してるんで、ここを十分にここ2人を入れ替えたりっていうのも全然ありなのかなって、まあ、調子次第で変えと、ここ4人以外はちょっとリリーフと先発は変えていこうかなっていうのもありなんじゃないのかなと思います。というとしたら遠藤くんって入ってますか？遠藤くんないんですよね。あ、自分は遠藤くんは来年先発で使いたいなと。結構今楽天の岸投手にすごい似てるので、まだ若いしスタミナもあるんで、中継ぎ使うのはもったいないのかなっていうか。そうですね、先発で使いながら投球術も学んで、で いろんな意味でいいピッチャーになってもらえればなと思ってます。はい、小石さん最高。